今仕事が終わってすぐに来いって連絡があったので来てみたらこんなことに。ねえ、来て、こっち、僕は話しに行くわ。どういうこと？話しに行くわ。あれ？こいつ全然、ほら、惜しい。やばいやろ。うん、見た見た。あるあるある。ここに？あれ、やばかった。あれ、めっちゃ30分くらい前に。あ、ちょっと待って、マシンになってきて。ここにあるの分かる？分かる分かる、でかいでかい。ダメ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 。あれ、結構おとなしい。 OK、 カイト、そっちから押して。あ、押した押した押した。撃ったやろ。焦っとった。すぐ来いって言ったもん。ちょっと、おっちゃんやばいよね。うん。カンタ、まだまだ走るな、走るな。まだまだまだ。あ、ボスケ、そこそこ。カンタ、今今今。あ、明日入ってまた。入った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 。オッケー、やばせろー、やばせろー、やばせろー。オッケー、よっしゃ、撃った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 、早く早く早く、でけー、でかー、撃った、いいじゃん。これまだ撮ってちゃう。あ、まだ撮ってきこれ。一回、一回、一回撮らして。一回撮らせよ。だからいいですよ。待って。うわ、すげえ。俺ね、さっきが、さっき一回。あ、でかいけど、ちょっと一回グッちゃん持ち上げてみて。持ち上げよう。あ、見える見える。オッケーオッケー。これね、でか。ぬめりがあるやつ。だから塩でね、ぬめりを取る。そう。グッちゃん、水溶けて。待って、逃げられるかもしれんね。なんかね、ここ先っていう YouTuber が来とった。あ、入れるとこ。オッケー、一匹目ゲット。締めよう締めよう。え、まだいいじゃん。し、締めるのなんか、その料理の時の。うまそう。グッチ、生だってやばいんやろ。うん、グッチ見た。じゃあグッチ、一回まだ。おお、でけえ。じゃあ俺やるぞ。目が白い、うん、かわいそう。かわいそうね、みんな一匹でよくない？じゃあ次のやつは捕まえたら逃がそう。かわいそうやで。待って、後ろ来て、誰か。ああ、やばい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 。うわー、惜しい。当てた、当てた、当てた。当てた、すげーか。うわー、下行った、当たった。すごい、やばい。ゆっくり、ゆっくり。投げ。違う、きぐちゃん、きっぺんに適切なアドバイスを。きっぺん、ま、前来て。あ、じゃあ塩が後ろ行くわ。頑張れよ。で、それで、それで。あ、待って、なんか。ちょっと待って。そう、ニジマスみたいなやつがおるんやって。あ、やべやべ。待って待って、ゆっくりゆっくり。あ。傷が入っとるやつがおるんやけど、うん、どういう傷かって、あ、ここここ、うわ、ほんとだ、かわいい。これは、ナマズに噛まれると、うん、こういう傷ができる。へえ。
え？マジ？ハビエル、ハビエル。だって他のやつより逃がして、こいつちっちゃいで。あの二人食べて、こいつ逃がすわ、じゃあ。俺が綺麗一番。綺麗なやつ逃がしてあげた方がいいやん。かわいそうで。あんまり重症じゃ、重症の子は川に逃がしても死んでもあかもしれんで。じゃああの子、あの子食べてあげよう。ギリギリ言う、これ。こんぐらい、マジででかいっす、これ、本当に。あ、これぐらい。あ、手がね、それぐらいね、オッケーオッケー、なるほど。じゃあ逃がします。いいよ、逃がそう。もうすぐ雨が降るからね。卵産めよ。卵産めよ。これまた来るからな、俺。何でおすけ食べるの？唐揚げ。いやだ、怖い。まあ、ビビっとんのやってるわ。この子がかわいそうやな。早く早く。ねえねえねえ、もうさ、こんだけ、もうさ、叩かんでいいわ。叩くとかわいそうやで、もう塩もみしよう。いや、違う、暴れるって。え、本当？一回本当に暴れるかやってみよう。いやだ、怖い。無理、俺。じゃあ、じゃあ、目隠して叩いて。かわいそう。マスクする？洗う？うん？まず洗う。まず洗って。もう強っ。マスクしよう。あ、なんで？ん？あ、ぬるぬるがなんか復活なんだけど。なんで？ほら。やば、水が全然流れん、ぬめぬめすぎて。え、死ぬとな、ぬめぬめが復活するとかない？そういうこと。ないよ。大さじ1なかった。そんなことね。やば、気持ち悪い。くさ。じゃあとりあえずやっていこうか。まず頭落とす。これがナマズです。わあ、すげえ。じゃあちょっと切るとこやらんでさ。あ、映ってますね。これがみんなが捕まえたナマズです。それやばいね。今からなんかテストとかでもぶっとる。あ、そうやね、それがいいわ。あ、それと一緒じゃない、あのキッチンペーパーでやろう。あ、かわいい。重さでやった。皮が取れました。今水気取ってます。さばけた身の。あー、またどうするわ。今あの時めっちゃ臭かったな。ナマズがだいぶ臭くて入ります。今酒で洗ってから、キッチンペーパーで酒の水気を取って、唐揚げのつけるやつにつけてもらってます。皮も分厚いし、なんか身も臭いし。お蕎麦屋さん、どう？あ、臭くね。臭くね。酒の匂い。あ、もう、もう一回捨てるじゃん。もう味いいよ。じゃあ、一回やってみよう。開けて。どうなってるやろ。私は鼻で息をすると臭いので、今口で息をしています。あ、これ見えますか？見えます。うん。うん？サーモンみたいな匂いする。マジで？でも、あ、これがみです。おお。じゃあ精進作りいきます。よしよしよし。キッチンペーパーあるけやね。それなんです。まあいいや。水気取ってずれ出てるわけって。オッケー。臭くなかった？でも今サーモンの匂いする。マジ？匂いが全然。そうだね。なんか一回匂いする。サーモンの匂いする。ほら。あ、お酒の匂いかな。え、マジ？お酒の匂いかな。いいや、みんなが臭くなかったらいいよ。あー、大変。あー、やっぱ大変やな。あら、ね、先輩はすごいっすね。サーモン。はい、オッケー。サーモン、匂いチェックしてるから。どう？大丈夫。よし、待って、終わったらもう湯飲みします。ちょっと、一回閉めて。一回閉めて。オッケー、しました。いくぞ。動画撮っとる？撮っとるよ。マリオのシャカシャカタイム、イエーイ。シャカ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 モミモミ、シャカ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 モミモミ。最初は臭かったけど、酒で匂い取ったら、なぜかサーモンの匂いがする。マリオのシャカシャカ、マイモミシャカシャカ、マイモミシャカシャカ、できたんじゃない？じゃあちょっと冷蔵庫入れといて、5分くらい漬け込もう。そうやね。その間にここ固しますわ。俺片栗粉かも。あ、臭っ。はい、片付けよう。まずここを臭くない状態にしたいです。一回止めます。
それでは、この片栗粉を袋に入れて、生の、あの、切り身を返します。ちゃんどう？ごめんね、ちょっとすごい取った、ごめんマジだ、めちゃくちゃ美味しそう。ごめん。はい、バッタの唐揚げと。バッタの唐揚げ、うん、食レポお願いします。揚げつけないぞ。うん、食べていい？美味しい？うん、お、美味しいよ。食べていい？ナマズの唐揚げ。白胡椒は？いいよ。味濃いんじゃない？あ、でもまだ味ない。普通に美味しい。お塩っても普通に食べれる。あ、なんかすごい本当に塩味。あれ、あれ、あれ、なんて塩胡椒？カンタどう？いや、塩胡椒あると辛いんじゃない？いや、もう一回食べていいですか？あ、また塩胡椒取って。うん、食べていい？ A 君バタ食べます。え、バタ食べたい。まだあるよ。いや違う、中身食べた。おいしい。食べた。待って、いいよ、食べて食べて食べて。カンタどう？あ、味覚ついて油がもうおいしい。おいしい。臭くない？うん、臭くない、まったく。うん、じゃあこれ食べます。いただきます。みんなボックスのこれ閉まってくるわけ。どうした？うまい。うまい。でもウィンナーでいいかな。ほろほろ。ウィンナー。マジで？よかったわ。頑張ってさばいた甲斐がありました。いただきます。天井と。このチャンネルでは我が家の動物たちとのまったりのんびりした日常をアップしています。
動物が好きな人やちょっとほっこり一息つきたい方に楽しんでいただければ幸いです。もし動画を見て面白かったと思っていただけましたら、ぜひ高評価よろしくお願いします。チャンネル登録もしていただけるととっても嬉しいです。また感想や我が家のことで知りたいことなどありましたら、お気軽にメッセージいただけると嬉しいです。それではまた次の動画で、バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。